あの人の現在。元プロ野球選手として活躍していた古木克明さん、ドラフト1位で入団ということで、昔の年俸が結構すごかったと言われていますね。そんな古木克明さんの現在の活動をご紹介しましょう。プロ野球を引退し、格闘家としてもそれほど活躍できず、また野球の世界に戻ってきた古木克明さん。格闘家を辞めた理由として、死ぬかもしれないという恐怖に耐えきれなかったということです。確かに野球をしていても死ぬ恐怖っていうのはそれほどないでしょうからね。全然別の世界に行ったというのが分かったんでしょう。格闘家を辞めてからは米独立リーグでも野球をしていたこともありますね。その後宮城県に移住し、2014年にプロアスリートとして初の復興支援活動を伴う一般社団法人スポーツ F プロジェクトを設立。また事業をしながら事業構想大学院大学の大学院生として NPD を取得し、2016年3月終了。現在はベースボールサーファーという自身のブランドを立ち上げていますね。アパレル事業として T シャツやパーカーを製造し、さらには野球スクールや草野球のイベントに参加などと多方面で活動しています。野球の楽しさを幼稚園や小学校の子どもたちに伝えたいという思いがあるようです。野球の裾野を広げるという活動と言えるでしょう。また日本の野球をもっとかっこよくしたいと古木克明さんは考えているそうで、例えば米国では野球ファンではなくてもヤンキースの帽子をファッションとして取り入れている人が多いですよね。しかし日本ではそんなことはありません。昔の子供はよく日本球団の野球帽をかぶっていたイメージはありますが、今は少ないでしょう。そういう意味では野球というのをもっともっとメジャーにしたいという思いがあるのでしょう。他にも子供たちへの指導法なども今の日本の指導者はダメだと思っているようです。体罰はなくなったけど言葉の暴力は今でもあると考えていて、自分の野球スクールでは楽しむことを最優先にしているということ。波乱万丈な野球生活を送ってきましたが、それでも野球が好きだから今でも関わっているのでしょう。そして子供たちに野球を好きになってもらい、楽しくしてもらいたいということを願っているようです。まだまだ目立ちたい、何かしらの生き様を見せたい、野球で名を残せなかったから別の道で後世に名を残したいと語っている古木克明さん。まだまだ夢半ばということで、今後の活躍に期待したいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。